2015年の8月の28日金曜日の夜8時頃でございます。藤木五郎です。お願いします。今日はね、もう8月の下旬、28日、あれや。これ道を表しているわけや。で、なんとか、じゃかなんとか語、商店街とかあるわけ。笹塚とか幡ヶ谷とか覚えられたら試しがないねんけど、出てけへんわけ。なんとか五通り商店街みたいな、笹塚はそういうのあるわけですよ。で、すぐ歩いて5分もかからへんようなところにケーキ屋さんがあるわけ。で、そこでね、今日まで笹塚ロールっていうケーキがね、これ買ってきたんですけどね、28日まで。ちょっと笹塚ロールっていうケーキが 20% オフなんですよ。8月の18日から28日まで何かキャンペーンなんですかね。笹塚ロールっていうね。こういうのがあるわけです。こういうのがね。こういう大きいのが。キャンペーンで、1020円なの。20% オフで。笹塚ロール。ね。美味しそう。これはね、ちょっとね、一気に食べてみようかななんて思ったりしてね。で、先週ね、先週じゃない、先々週やったかな。どっちでもいいんですけど、うちにね、ある子が遊びに来てくれやってね。で、その子は、ちょっと前まで、1年間ぐらい、通ってたところがあるんですけど、そこで向かい合って座ってた。で、心安いんですけど、初めてこの間うち来てくれてね、一緒にアヒージョをしたんですよ。アヒージョって言ってね、オリーブオイルで、鍋に入れて、いろんな野菜やら、マグロの塊やら、あと何やろな、キノコ類、魚、何でもいいんですよ。いろいろ入れて、油でギトギトに煮て、で、串で刺して食べるっていうのをね、やってたんです。ちっちゃい鍋でね、いろんな具材を入れて、それが混ざり合ってね、食べて美味しいんですよ。で、それ一緒に食べて、ここでね、で、それを食べ終わって、駅までこう迎えにというか、見送りに行くんですけども、見送り行くときに、ケーキ屋さんにその子立ち会いやってね、笹塚ロール買って帰りやったんですよ。帰って多分一人で食べたんかなと思うんですけどもね。で、その日からやったかな。8月18日からキャンペーンでね、20% オフやった。で、今日ね、いっぺん買って僕も食べてみようかなと思ってたんですよ。で、せっかくやから今日ね、時間があったんでね、買ってきたんですけどね。ちょっと開けてみようかな。よいしょ。お笹塚ロール言うてね。なぜ笹塚ロールっていうのか、おそらく、笹塚名物にしようということなんやと思うんですけどね。ただそれだけのことやと思う。笹塚で、何か取れる食べ物とか特にないでしょうから。めちゃめちゃでかいんですよ。これを一個丸ごとね、ちょっと食べてみようかなと思っていただきます。何もこれね、スピリチュアルテレビで、喋るときにね、食べる必要ないんですけど、食べてる間喋られへんわけやからね。だ今買ってきたとこやからさ、夜中遅そうに食べてもあれやな思って。何やな思ってね。うん。普通やな。普通にうまいな。
まあ、こうやってさ、食べてたら喋られへんわ。おっきいの買ってきてさ、食べてると、大人になってよかったなって思うよね。ほんと、大人になったらさ、何やっても怒られへんし、何でもできるんですよ。先生も親らもおらんからね。そんで子供大変やなと思う。子供を経て大人になるんですけどね。子供の頃はね、ずっとこの状態が永久に続くんじゃないかと思われるわけです。過ぎてみれば、いずれ年月を経て、環境って変わって、大人という、立場というのかね、年齢というのか、そういう認識で、見られるようになって、そういう環境下で生活をする、必要が、に迫られるわけなんですけどね。まあ、子供の時よりはええなと。子供と言われてた時よりは大人って言われてる今の状態の方がはるかに幸せやなというふうに思うわけです。いつの時代も、まあ子供は子供で親は親で、大人は大人でそれぞれの立場で、良いこと、しんどいこといろいろあると思うんですけどもね。まあ、小学校、中学校、義務教育の頃っていうのは大変ですよね。辛いですよ。苦しいですよ。特に今の時期。宿題なんかやる必要ないですからね。これ、その子供の立場に立って言うてるわけはないんです。子供の立場、その小学校、中学校の子らがもし今これ聞いてたら、まあ、実感としてわからへんかもしれんけども、真意を受け取ってもらえたら幸いなんですけれどもね、今の私は、小学校、中学校から、いくつぐらいの年齢やねんやろね。おそらく20年とか、30年も経ってないな。20数年経ってるんですよ。小中学校過ぎてから。全然そんな経ってるような気せえへん。昨日のことのように覚えてるんですけど。で、そんだけ過ぎた立場からやと、小学校、中学校の時のことを客観的に見ることができるんですよね。その立場で今言うてみるんですけど、はっきり言って宿題はやる必要ないです。で、勉強もする必要はないです。で、学校へも行く必要はないのよ。で、必要はないっていうだけであって、行きたかったら行ったらいいし、行きたくなかったら行かんかったらいいし、行きたくなくても無理やり行こうというんであれば、行きたくなくて無理やり行ったらいいし、行きたいけども行かんとこうという、そんな人おんのかね。であれば、行きたくても我慢して行かなければいいんです。好きなようにしたらいいんです。好きなようにしていいんです。強制ではないんですね。日本人の三大義務っていうのがね、教育、納税、労働か。これに徴兵が加わったらえらいことになるんですけどもね、今んとこそれはない。で、この中に教育っていうのがあるわけ。で、納税っていうのは、まあ、子供でも消費税は払わされるわけですから、強制的にね。で、労働の代わりに学校があるみたいなもんかね。で、教育みたいなもんかね。それは義務とはなってるけれども、そんなもん後付けであって、人が勝手に決めてることであって、人の意見に従うことはないんです。で、教育の義務っていうのは、教育をさせるという、形を作りをするという大人たちの義務であって、子供がそれを受けなければならないということではない。で、よくね、大人の人は言います。
算数、数学、ね。足し算、掛け算、割り算、引き算以外のこと。サイン、コサイン、タンジェントとか。何？微分積分。微分積分の概念僕知らないんですけどね。勉強してなかったんで。そういうのは、役に立たんとか、なぜ勉強するんだとか、っていうのがありますけれども。まあ、そういう人は役に立てる人生をしていないのであって、役に立てる人生をすれば役に立つわけですよ。算数の先生になれば役に立つよね。こんな役に立つ商売はないですよ。あるいは塾の講師ね。まあ他にもいろいろあるでしょう。ひょっとしたらさ、算数とかで習うこととかっていうのは、学校の先生やら塾の講師やらをやってる人が生計を立てさせ、そういう人らに生計を立てさせるために文科省がやっている。その方まではね、動いた見方なのかもしれないけれども。まあ、とにかく、役立てることもできるし、役立てないこともできるわけです。役立つからやる。役立たないけどやる。役立たないからやらない。そういうことではなくってですね、何がどう転ぶか人生っていうのはわからないわけです。僕なんか、面白おかしく生きてるつもりではありますけれども、今のところ。明日以降どうなるかっていうのは分からないわけ。安定のしない生き方を自ら選んどるわけですよ。藤木五郎先生が。で、僕の人生ですからね、人に口出し、されたりとか、注意されたりとかっていうのは大人になってからはないわけ。で、一定の安定した生活ではないということは浮き沈みはあります。もちろんあります。で、それも覚悟の上。で、ただね、辛いこと、苦しいことっていうのは、時期としては時々あるんでしょう。あんまり、覚えてないんですよ。ないのか覚えてないのかすらわかんない。あるとしても、記憶がパーンとですね、過去辛かったことっていうのは忘れるようにできてるんでしょうね。ただ小学校、中学校の時はものすごい辛かった暗黒時代、どんよりしていた、地獄やったっていう思いはあります。それだけは明確にあるんです。ただ、どんな風に辛かったか苦しかったかっていうのは、こう思い出していったら、感覚として思い出されるんですけど、子供と言われる時期のことはよう覚えてるのよね。で、ここ何年か前とか、大阪で、社会人暮らしてた時とかっていうのは、はっきり言ってあんまり覚えてない。そんなもんですよね。で、幼少の頃っていうのはね、世代、何でもやっとくといいと思います。辛い思いも含めてよ。360度ってわかるかな？算数、数学でね、いずれ習う時は来ると思うんですよ。勉強嫌やなぁと思われてる方でも、角度っていうのは大体ね、勉強せんでもね、概念としては分かるもんです。これ0度、これ90度、これ180度ね。で、ぐるーっといて270度、これが360度。なんで360とか180とか、そういう数字なのか。それは知らない。どうでもいいんです。要は、90度言うたら、こっからここまで、直角の、直角とか、そういう言葉聞いたらしんどいかな。ピタッとなった時のことを言うとか、180度っていうのはこういうまっすぐの状態のことを言うとか、そういうことですよ。今360度言いましたけれども、ぐるっと全部、まるっと含めてですね、何でも経験しといたらいいんです。小学校、中学校の時っていうのは、ただしんどいよ。その時っていうのは、自分もその時の立場やったからね、小学校6年間行きましたから。6年間って、大人になってからはね、6年間はね、あっという間のように思うんですけども、あっという間のように思うんですけども、小学校の時っていうのは永遠に感じる。過ぎないわけです。6年っていうのが100年経っても200年経っても1000年経っても過ぎないんです。あれはどういうことなんやろね。どういう時間の流れなんでしょうね。スピリチュアルテレビ僕かからしもらってもうそろそろ6年ですよ。あっという間ではない。まあいろいろ、その間いろんなことを関わったり、いろんな人に出会ったりとか、遊んだり、
泣き笑い、あんまり泣くことはなかったですけどもね、いろいろ面白いことが多かったですよ。面白いことが多かったと、あっという間になるのかもしれないですけれどもね、ずっと同じとこに通うっていうわけじゃないから、時間の流れがその、全然小学校の時とは違うのかもしれないけれども、まあ、小学校の時の6年間っていうのは、このスピーチャルテレビ差し戻ってる時の6年間の全然違う、なんて言うんでしょうかね、2000年ぐらいに感じましたね。2000年言うたら、キリストが死んだとされる、まあ、単なる噂、迷信でしょうけどもね、キリストという存在なんか、あんなもんが死んだと言われて、2015年ぐらいが続けるわけですよ。2015周年ですよ。ね。誰が数えてるのは知らんけれどもね。そのぐらいね、長く感じたもんですよ。でね、辛い苦しいですからね。お腹は痛いわ。で、花粉症になるわ。風邪は引くわ。鼻炎やわで、鼻はズルズル出てくるわ。で、ゴロゴロなって、せやから言ってトイレ行くのもですね、トイレ行ったら、指刺されますやんか、それ以降、翌日以降。せやからトイレも行かれへんわ。踏んだり蹴ったりですよ。で、家におる間は、ドリフ見たりね、あの頃ドリフ大爆笑言うて月1回やってたんですよ。あるいは8時台、前週後とか、前週後終わっても、かたちゃんけんちゃんとかやってましたよ。僕はひょうきん族あんまり見てませんでした。ひょうきん族のね、今の小学校、中学校の頃には分からんやろうけども、そういうバラエティ番組があったのね。特に土曜日の夜とか金曜日の夜とかね。ひょうきん族はね、今でこそスタッフの笑い声とかわはははははって流れながらのコントとかそういうのをやったりしますけど、それの先駆者ですよね。それがね、どうも身内受けみたいでね、僕はちっちゃい頃好きじゃなかったのと、家族みんなドリフが好きやったっていうのでね、ドリフ見てましたけれどもね。まあ、その、週1日制やったのよ、休みが。今、小学校、中学校のみんな、週休2日でしょ？私立のガリガリ勉強させられるようなところやったら、週休1日やったりとか、あるいは休みなく塾通わされたりとか、あるいはご自身でね、選んで、恵まれた環境下のもと、通っているのかもしれない。で、休みもなく、一生懸命一心不乱に勉強したりとか、あるいはスポーツ選抜でね、何か中学生が、の子が、野球なり何なりサッカーなりで、得意なことを一生懸命やって、習い事したりね、習字とか、お茶とかそういうのは習えへんかな。まだ、その、早いかな。習ってやるのかもしれないですけれどもね。まあ、お忙しいでしょうけれども、大人になったら、まあ、そこのところはね、だいぶ気楽にはなりますよ。まあ、大人になっても、その立場にもよるんですけどもね、どういう大人になるか、どういう選択肢をするか、どういう生活をするかっていうのは、その人の選択ですから、誰にも強制されることってないんですけれども、子供のうちはね、強制されます。うん、親の環境か、庇護のもと、で、経済的にもね、自分で自立しているわけでもない。で、もう、できることっていうのは限られてる。行ける場所っていうのも限られてる。校区外に出たら怒られますからね、夕方5時には家に帰りましょうと、こういうことですよね。わかりますよ。しんどい、辛い、苦しいのわかります。で、今だからこそ客観視して、もう一回言いますけれども、学校に行かなければならないわけではないんです。勉強しなければならないわけではないんです。しようがしなかろうが、どうでもいいんですよ。あなたが一生懸命勉強して覚えたり、国語読んで読解力つけたりとか、ちなみにね、僕国語だけはね、勉強せんでもできたんです。国語だけね。言葉のやりとりっていうのは、だから、もともと好きやったのかもしれないね。今こうやってベラ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 何もないのに喋ってるのも、そこからどん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 こう派生して、こういうふうに発展しているのかもしれない。だからね、勉強しようがしなかろうがね、向いてるもんしかできないというかね、いろんなこと
関わってきましたけれども、結局、合わないこと、できないことっていうのはできないですよ。できないながら、無理やりやり続けるっていう生き方もありますけれどもね。それはどっちかというと辛いですよね。で、算数やったりとか、あるいは体育、体育なんか辛いよね。ドッジボール、あんな失礼なスポーツないよね。人にボールぶつけるんですよ。思いっきり全力で。そんなね、人権を丸ごと無視したね、大人になっても人権を無視した、世界っていうのはありますよ、体育系の。そういうのが好きな人はそういうとこ行けばいいんです。ドッジボール好きな人はね。僕なんかもう運動大嫌い。で、ボール怖いですから、野球もできない。投げたら打ってくるでしょ？打って僕に当たったらどうすんの？あんな硬い小さい球。死んでしまうよ。で、ドッジボールでもバレーボールでもボーン来たらどうすんのよ。いや、学校の小学校の中学校のプール。もうクロール言うて泳がされんねんけど僕できないんですよ。沈んでしまう。犬かきしかできないんですよね。平泳ぎもできない。アップアップなってしまうんですよ。で、25メートルプール、25メートル先まで泳げと。で、帰ってきて並んでもう一回泳げ。それを1時間、2時間中繰り返せと。僕ね、死ぬと思いましたよ。はっきり言って。特に中学の時、それをぐる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 やらされるんですよ。一般の授業ですよ。公立ですよ。石切中学校ですよ。名指ししたんねん。おい、こら、石切小学校と石切中学校の連中、先生ら、お前ら、ええかげんせえよ、と。まあ、ええかげんせえよ、言うても。そういう今があるからこそ、こうやってね、喋らせてもらえるんですけどもね、それについて。まあ、それはそれでいいんですけども。後から言う方に転ぶっていうこともあるよね。まあ、ほんと、25メートル無理やりバタ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 足つくんですよ。足ついて歩いてるんですけどバタバタするんです。体育の先生見てはるから。中学になったら、先生ごとに分担なんですよね。教科ごとに。で、そのあたりから非常に個性的っていうんでしょうかね。高校になったら、わけのわからん偏った、なや、癖のある、先生と名乗っとるだけのね、バカな大人連中だらけなんですよ。だからもう、そんな奴の言うことはね、はいはい言うてるふりしてね、聞くことはないです。大人の意見聞くことはないです。で、辛かったね、しんどかったね、高校1年の頃は、まあ、高校2までお話を呼びますと、高校は義務教育でないからという、こともあるんですけども、思春期ですよ。子供ですよ。だから、高校もポンポンポンと小学校、中学校行って高校行くっていう流れになりますから、子供にとってはね、義務教育だ、そうじゃない、自分で選んでるんだ、そうじゃない、そういうことじゃないんですよ。わけわからず生きてて、高校まで流されていくわけですよ。で、体育の授業が3つあってですね、週に。地獄ですよね。で、3つとも先生が違うんですけれども、ものすごい体育会系で、で、どついたりされるからね、今やったらどつき返して、もうめちゃくちゃにしますけれども。まあ人どついたことは未だにないですからね。しないかもしれない。警察に訴えたりとか、うまいこと、こずるいやり方で、なんかギャフンと言わせるかもしれないですけどもね。で、こうやって簡単にさ、学校に行く必要はないんだって言いますけど、じゃあどうしたらいいのか。家におったらいいんですと。わかりますよ。家におったら家に居場所ないでしょ。大人たちが、母親、父親と名乗る、その、両親という名の存在の、なんや、生まれた時からずっとおる大人の人らがですね、あれ学校行きなさい、なんやかんや言いますよ。家の仕事手伝うか、なんやかんや言いますよ。そんなことされたらね、家にいる、こう、立場がないよね。居場所がない。学校にも、1日2日休んだり、風邪で何日か休むでしょ？小学校。ほんなら、小学校行きづらくなるよね。ついていけなくなるし。で、宿題もどっさり溜まるし。ゴロちゃん言うて、男の子なり女の子なりが来てくれますよ、夕方なりね。プリントとか持ってね。せやけども、出んのも億劫やし。なんかもう、許す使いますよね。なんだ帰っていきやりますよ。でも、そんなになって、学校とどんどん疎遠になってくるとですね、僕、こう、
高学年、4年生ぐらいの時にね、1週間ぐらい休んだりね、っていうのを何度かやったような気がしますね。で、最初は風邪で休むんですけれども、お腹痛いですよ。小学校の時っていうのは1年生から6年生まで、中学の時もそうです。ずっとお腹が毎日痛いんですね。そらそうやな。行くの嫌やねんから。で、嫌なこと無理やりやってんねんから。地獄のような生活してんねんから。そら拒否反応出ますわね。鼻も出るわ、もうゴロゴロなるわで、最悪ですよ。で、お腹痛い、お腹痛い言うて、本当にお腹痛いのと、あまりにも行きたくないから言うて、学校に行かないわけですよ。で、僕はおじいちゃんとおばあちゃんにね、育ててもらいましたけれどもね、おばあちゃんが学校行きなさい、学校行きなさい言うんですよね。で、おじいちゃんは石切神社で植木売っとりますから、昼間いないんですけども。で、おじいちゃんも、夜帰ってきて、もう1週間も10日も経ってくるとですね、学校行けよとか言うんですよね。それがまたムカ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 したりですね、お前黙っとけと思うんですけれどもね、そんなことがあるたびにですね、うち長屋で住んでおりましたけれども、昼間おばあちゃん一人ですけど、で、おって、僕と二人だけですけども、居場所なかったですよ。で、退屈なの。することないからね。で、テレビっ子やからテレビつけるんですよ。ずっと家におるときっていうのはテレビ見てるわけですよ。学校から帰ってくるとね。だから休んでるときもテレビ見るんですけど、朝から見るんですけど、ワイドショーとかやってるんです。何にも面白い番組がないの。で、昼間になったら笑っていいともが始まるのね。だから僕にとって笑っていいともっていうのは、何年か前、去年かな、一昨年かな、終わりましたけどもね。笑っていいともっていうのは藤木ゴロにとってね、登校拒否をしている時に見るテレビなんですよね。で、学校休んでるっていう罪悪感から NHK 教育テレビを見るわけです。で、探検発見僕の街とか、お母さんと一緒とか、そういう、理科の何、授業の15分間のテレビとかそういうのがずっと国語とかね、やってるんですよね。昼間とか。で、そういうのずっと見たりして。で、あまりにもやることがなかったりとか、また病院行こう、病院行こう言って、中土井さん言ってね、今もあるんですけども、石切神社のね、参道筋に中土井、内科言ってあるんですけども、それ連れて行かれるわけですよ。で、言うて喉が開かれて、で、注射、わけもわからん注射をね、打たれる時もあれば打たれない時もある。で、子供用のね、飲みやすい真っ赤な、体に悪そうに思うんやけどもね、液体、ごくって、食後いっぱい飲むやつをね、渡されるの。それは美味しかったんでね、嬉しかったんですけどもね。あと、オレンジ色のやつはね、濁ってて苦いんですよ。なんかそういう薬を渡されて。病院行くのも嫌でしたね。何も、本当に悪い症状はないっていうのは分かってますから、拒否反応でしんどい、痛い、お腹痛いってなるっていうことだっていうのは分かってますからね。行ったところで何があるわけでもないし、またおばあちゃんと付き添って病院に、付き添われてですけどもね、行ったりする、そのやりとりもですね、学校休んでる時にする行いなので、あるいは、おばあちゃんと家におって、テレビつけたりするっていうのも、学校休んでる時にする行いなので、その翌日にまた同じことすると、学校休んでる時にしてた行いやっていうので、また退屈な気持ちになったり、また嫌な気持ちになったりするわけですよ。蘇ってくるわけですね。雰囲気、ムードっていうのがね。だから、過去やった行いをもう一回やると、その過去やった行いに付着していたムードがそのまま来るわけです。で、実際に学校休んでるわけですからね、今も。今の僕じゃないですよ。その時のリアルタイムの、その時の小学校のゴロちゃんも。昨日と同様、今日も休んでるわけですから、ムード満載ですわね、学校休んでるムード。それはね、もうしんどいしんどい。で、これはね、なぜ学校行きなさいって言うかっていうとですね、親に聞いてごらんなさい。いろんな答えをするかもしれん。まあ、とにかく、子供の義務や、みたいなこと言われるかもしれんし、大人になってからね、一生懸命、いい暮らしをするために、みたいなことかもしれんし、何も言うてくれへんかもしれない。まあ、とにかく、行く必要はない。行かなあかん必要ないんです。で、かといって、家にも居場所ないでしょ。
で、どうしたらええねんと。どうしようもないですよ。どうしようもない時に取る手段っていうのがあります。僕は取りませんでしたけどもね。今となってはわかります。例えばね、いくつかあるんですけどもね。朝、学校休んだ状態でですよ。夜9時とか、夜じゃない、朝9時とか10時とかに家を出るんです。一人で。家を出て、親に見つからん場所でじーっとしてるか、散歩するかでもいいですわ。でも近所散歩してたら、あら、こんな時間に何やってるの？学校どうしたの？近所のね、心安い方が声かけてくれるかもしれない。まあ今の時代はあんまりそういうのもないかな。窮屈になってきたからね。外出てね。夕方まで帰ってこないんです。夕方まで帰らない。お腹空くでしょう。それでもね、1時2日やったら耐えられるでしょ？夕方あるいは夜中まで家に帰らないんです。で、そしたらね、親はね、パニックになりますよ。びっくりしますよ。親っていう立場、責任もありますから、そういう意味もあって、世間体もあるからね、探すふりをします。で、実際に探すかもしれん。お父さんも帰ってきて、一緒になって、こう、探し回るかもしれない。いろんなところで電話したりとか、外へ出たりとかしてね。お母さんしかおらんご家庭のお子さんもおるでしょう。その場合はね、お母さんが奔走されると思う。お父さんしかおらん、お子さんもおるでしょう。その場合はお父さんが奔走する。お父さんもお母さんもいない。で、親戚か、引き取られたという場合もあるでしょう。その場合は、引き取った、管理している、大人の方が奔走すると思うんですよ。でね、夕方なり夜に家に帰ってきましょう。お腹空きますからね。家に帰ってご飯食べたらいいんですよ。で、帰ったら、こんな時間まで何やってたの？言って、でっかい声で叫ばれるかもしれない。ものすごい耳障りかもしれない。ね。場合によっては、パーンと、このぐらい、今のものすごい痛かったんですけど、こんなには、今ものすごい痛かったんですけど、こんなに痛い目にはね、合わないと思うんですよ。ただ、ちょっとこうされただけでも、気持ち的に、気持ちがうわっときて、痛さのしんどさ以上に気持ちがしんどくなるっていうのもあるかもしれない。ひょっとしたら、あなたの両目から涙が流れるかもしれない。で、ごめんなさいって言う必要ないですよ。その場合にね、一言言うたったらいいんです。死のうと思ったのって。ね。で、もうそう言うたらね、わ、ことの重大さ、スケールのあまりのでかさに、大人たちはびっくりしますから。嘘でいいんです。めちゃくちゃでいいんです。もう、そのぐらい辛いわけですからね。どこにも居場所がないわけですから、そのぐらいね、ガーンと言うたったらいいんです。なら、親御さんたちはですね、思ってたスケールの3桁違うなというふうな感じでね、びっくりしますから、そっからどうなるかは、そのご家庭によって異なると思うんですけれども、ひょっとしたら学校行かなくてもいいよなんてなるのかもしれない。あるいは、何か他の選択肢を要求されるかもしれない。まあ、未来、明日以降どうなるかはさておき、今、非常事態なんであれば、頭の中でサイレンを鳴らす。ね。頭の中に、よくね、刑事ドラマなんかでさ、覆面パトカー、パトカーの、色、白黒じゃない普通の軽自動車でね、車運転していて、刑事さんが犯人を、向こうで見つけたと。見つけたら、下から、パトカーのランプ、うーって鳴るやつを取り出して、車のね、屋根にポンとつけるんですよ。で、ボタンをオンにしたら、うーってなって、それがもう、パトカーっていうことになる。それが覆面パトカーって言うんですけどもね、普段はパトカーの形してない。犯人に見つからへんようにね。頭の中で、サイレンがあると想像しましょう。で、それを、もうあかん、もう辛い、苦しい、嫌や、となった時に、嫌なのは辛いのは、自分が弱いんやとか、自分が甘えてるんやっていう風にならないで、もう
すぐに非常ボタン、オン、オフ、オン、オフのボタンがあると。で、普段オフになっていると、オンのボタンを押すように心がけましょう。ね。で、オンのボタンを押して、うーってもう、頭の中で真っ赤っかのサイレンが鳴ってるんやと思ったらですね、そっから気持ちもパーンと弾けてですね、あ、どうでもいいやと、広い心になります。広い心になったら、あ、学校行かなくてもいいや、宿題しなくてもいいや、人間関係、そんなしがらみにとらわれなくてもいいや、ね、ファミコン、もう今はファミコンちゃうか、ニンテンドー 3DS とか、そういうゲームですかね。で、ゲームソフトの貸し借りもいろいろしてるでしょう。で、返さなくてもいいや、まあ、いずれ、縁があれば返せばいいや、ね、そのぐらいの広い、気持ちになることができるんです。本当になることができるんです。罪悪感がなくなるんです。その、なくなった状態に対して、罪悪感を感じる必要はないですし、悪いことでも何でもないんです。子供の時の状態、置かれた、環境っていうのはものすごい狭いもんであって、真の状態ではないんです。かなり狭められた、大人や今までの社会の流れで、そういうふうに決められた中で生きてるに過ぎない。これ大人になったらわかります。そんな中で生きておりますから、苦しくなる、辛くなる、死にたくなる。何も死にたくなる言っても本当に死にたいわけじゃないんよね。死ぬしかなくなるわけですよ。もうそれしか逃げ道がないと。ね。死ぬ必要はないわけ。頭の中でサイレンを鳴らしましょう。で、外へ出ましょう。で、真夜中に家帰ってきて、死のうと思ってたって言いましょう。なんか他に気の利いた言葉があるんであれば、それをポーンと言うたったらええし、他にやり方があるんであれば、好きなように、いろいろ作戦立ててですね、やったったらいいんですよ。ただ、本当に自分の体に傷をつけるのはやめましょうね。いずれ幸せな時が来ます。いずれ楽しくなる時が来ます。有頂天になる時、人生バラ色になる時っていうのもあるんですよ。結局浮き沈みですからね、人生っていうのは。僕は、あえて安定のしない不安定な生き方を選んでるので、浮き沈みは激しいですけれども、一定の決められた人生を日々大人で、過ごしておられる方でも、やっぱり、こうなるんですよね。人生ってそういうもんなんです。うん、健康状態も、日によって違う。で、置かれた環境も同じ時というのはない。で、政治の面でも経済の面でもですね、どんどん変わっていくわけ。10年前と今と、10年後と、街並みっていうのはどんどん変わっていくわけ。全然違うわけですよ。僕小さい頃なんてね、セブンイレブンしかコンビニなかった。で、大阪にはセブンイレブンなかった。だからコンビニなんてなかったんです。とにかく一面田んぼとガレージ。で、カエルがワン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 夜泣いてて。で、ザリガニを取って遊んでましたよ。ザリガニ取り、得意な子はですね、スルメをね、みんなでこう、スーパーでお金出し合って買うんです。スルメって高いでしょ？大人向けの、おつまみですからね、200円、300円するわけ。で、それをね、糸につけて、こう、垂らしてですね、ザリガニを取る。取ったからどうや、ということではない。それ食べれるわけでも何でもね、ザリガニをね、気持ち悪いだけなんですけど、そのザリガニをね、大きいザリガニのね、身を取ってね、その身を糸にくくりつけて、またザリガニを取るっていう、共食いシステムをね、導入した、こうもおりましたけどもね、ガキ大将で。そうやって外で遊んでたもんです。外で遊ぶでもいいんです。夜中まで遊ぶでもいい。家帰ってドリフばっかり見るでもいい。で、性衝動に駆られるでしょ？男の子は女の子に、女の子は男の子のことが気になる。男の子で男の子のことが気になる子もおれば、女の子で女の子のことが気になる子もおる。いろんな子がおるわけ。で、とにかく人のことを性対象として見て、ものすごく気になって、もどもどする、そわそわするっていうのもあるでしょう。で、自慰行為にふけるっていうのもあるんですよね。思春期の頃っていうのは特にそうです。毎日毎日自慰行為をするわけ。自慰行為って何か。ね。ABCDEFG、その G じゃないんですよ。難しい、漢字なんですけどもね。自慰行為。まあ、辞書でも何でも、
ワクワクしながら見て調べてみたら、どういうことかっていうのは書いてあるからね。辞典でいやらしい言葉探すのもね、楽しかったですよね。今はネットがあるからパパーンと何でも分かって何でも見れてしまう。これはね、あんまり制限されてないんですけれどもね。これが幸せかどうか。まあ、それはね、分からないです。うん、大人になってから僕はインターネットっていうのを知ったんで、子供の時知ってたら何や、ぐちゃぐちゃになってたんちゃうか、精神状態がって思ったりもしますけどもね。何のことはない、インターネットっていうのは子供の頃、僕の子供の頃なかったですけども、それでも精神状態っていうのはめちゃくちゃでしたよ。とにかく落ち着かない、安定しない、嫌なことだらけ。ね。友達一人もおらんし、女の子にはよう喋らんし。でも女の子のことばっかり考えて毎日自慰行為するし。で、夜中にね、これたまにスピリチュアルテレビでも喋りますけども、中学校のそばにね、本屋さんがある。その本屋さんがね、絵本のね、からから回る絵本のやつあるでしょ。置いてあるでしょ。いろんな絵本、店の入り口に。で、閉店したらそれなくなるわけですよ。しまわはるわけ。しもたら、そのそばにね、実は、絵本の向かいに、エロ本のね、自動販売機が隠れてるんですよ。絵本の隣が実はエロ本やったと。ね、ロがつくかつかないかで大違いです。で、昼間は銀色に見えるんですけど、全面銀色なんですけど、夜は、外暗いで、中からライト照らすと、その銀色の色がなくなって、いろんなエロ本なり、エロビデオなりがこう並ぶわけ。で、500円、600円、700円とかいろいろあるわけですよ。で、夜中にですね、今日は行こうってんで、お金を貯めて、こそっと、もう誰にも顔を見られへんようにしてですね、チャリンチャリンとお金いっぱい入れて、で、ポーンと押すわけで、ピッ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 って街中に、石切りの町内に響くような音で、あれどういうことなんやろね。エロ本ってさ、見られたくないでしょ、買うところ。だから、そういうものに対して、ものすごい注目を浴びるような大音量の汽笛を鳴らす。それ意味がわからないんですけどもね。ビビビって思いっきり鳴るんですよね。で、ガシャンって思いっきり出てくるんですよ。びっくりするような音でね。で、それを手に取るわけです。ものすごいビニールでできた、硬い本なんですよね。だから、作りがやわいというか、カチカチなんですけどもね。だから、お金かけられないでしょうね、エロ本の業者さんは。今考えると大体想像がつくんですよ。社会の仕組みっていうのが大人になってくると嫌でも分かってくるからね。で、そういうのを見たりして。で、自慰行為に吹ける。で、自慰行為を終えると、もうそれに対して自分で罪悪感ですわ。もうこんなこと一生せえへんって、毎回思うんですよね。で、エロ本の処理に困るわけ。家にも隠されへんし。で、草むら行って、捨てたりするんですけども、その草むらにね、雨に濡れた大量のエロ本がね、エロビデオなりが捨ててあったりとかしたりして、それをまた見たりね、もうそんなね、悶々とする日々があるんです。ただそういう日々は永遠に続くわけではないし、そういう日々があってもいいわけです。で、そういう日々は、それはそれで、なぜ自慰行為にふけるかっていうと、単にそのチンチンなり、またぐらが気持ちいいからっていうことじゃなく、鬱屈した気持ちをどうしていいかわからん、処理に困ってる。で、気持ちよくなくてもするみたいな部分があるんですよね。テレビゲームでもそうでしょう。おそらく今出てる Nintendo 3DS とか、PS 買ってもらったり、することってありますでしょうかね。PS とかなってくると、家でせなあかんから、親の目が気になってなかなかできへんかったりとか、気兼ねしながら、こう気遣いながら やって楽しくなかったりとかするんでしょうけども、面白いゲームばかりじゃないでしょ。昔はさ、ドットの絵が荒くてさ、ファミコンの頃は、ファミコンとかゲームウォッチの頃は、本当につまらないゲームのオンパレードでしたけどもね、今は画面が綺麗やし、すごい操作性もいいですけども、それを初めてやってる世代からしたら、それが当たり前やから、多分つまんなく感じると思うんですよ、ゲームとか。それでもゲームやってしまうでしょ。それなぜかというと、まあ人によって理由異なるかもしれんけれども、他に何をしていいのかわからないっていうのと、昨日までそれをやり続けてたから、やり癖がついているっていうのと、あるんですよね。
で、今日もつまらないにもかかわらず、それやってしまう、ふけてしまう、それで時間潰して、またなんかこう、気だるい気持ちになってしまう、うつうつとしてしまうと、そういうこともあると思うんですよね。それはいいんです。それでいいんです。で、気持ちよくなりたい、もっと爽やかに生きたい、楽しくなりたい、人と仲良くなりたい。ね。それは全部叶います。叶います。叶うことはできます。時間はかかります。年月がかかりますが、叶うことは、間違いないんです。で、そのためにもですね、そのためにも、夜は寝ましょう。ね。健やかに、夜、ぐっすり寝て、で、もりもり食べましょう。ね。朝ごはん食べて、昼食べて、夜食べて、ね。朝あんまり食べるとね、お腹壊すっていう人は朝控えましょう。で、大人になったらね、たくさん食べましょうっていう人と、もう、ほとんど食べないで、言いましょう。その方が健康です。いろんな人がいますね。それは大人になってから、チョイスしたらいい、選んだらいい。人体実験してみたらいいんです。僕かってね、大人になってからいろいろしてますよ。3食以上、5食以上食べてみたりね。あるいは3食もりもり食べてみたり、1日1食だけっていうのを期間限定でやってみたり、ね。で、1食も食べないっていうのをやってみたり、いろいろするんですよ。で、それで人体実験してね、データを取ってね、どうなのかななんてね、いろいろ試したりします。そういうのは、大人になって自由になってからやればいいんです。子供の時はね、食べへんかったらどうしたの？ご飯食べなさいと。ね、白いご飯ってまずいじゃない。大人になったらさ、こんなうまいものはないと思えるんですけど、何のおかずにも合うと。さすが主食やなって思うんですけど、本当にね、とんかつとかカレーとか、そういうのは好きで食べれるんですけれども、なかなかね、凝った、その、料理とかの場合は、ご飯おかずにならないよね。無理やり食べたり、することもあるかもしれない。ね。いろいろとね、気使うこと多いと思う。正月なり何なりは、親戚の家行ったりね、で、知らん人ばっかりで、いい場所もなくじーっとして、僕もよう喋りませんでしたよ。あるいは親類縁者が、家に来たりとかしてですね。で、お母さんなりお父さんなりが、僕、私の寝てる間にですね、なんかこう、揉めてるかもしれない。けんけんがくがくいろいろとね。いや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 言うてるかもしれないんで、起きて耳を澄ましてみると、お前が悪いんだよ、あなたが悪いな、どうのこうの、あの子の将来のこと考えてるの、どうのこうの、いろいろ言われるかもしれない。うん、そういうね、関係性でもあるんです。親御さんっていうのはね、いろんな面がある。親でもあり、一人の男でもあり、一人の女でもあるわけですね。それぞれ、親御さんにも小学校、中学校の時代があって、年頃の頃があって、今があるわけ。だからね、いろいろ揉めるのも、俺、しょうがない。で、自分のことで怒られ、揉めてるんだ。自分のことで、いやいやいと、人間関係が崩れていってるんだと思って、罪悪感を感じる必要はないんですけれども、罪悪感感じてしまうよな。いちいち何に関しても罪悪感を感じるよね。それはね、もう、そういう時期、そういう時代やと思って、感じ続けてください。で、感じたくないって言うんであれば、感じたくないと宣言してください。思ってください。ね、口に出してください。感じたくないと。でも、感じないと。翌日以降、感じない平然とした、強い心。気持ち、強いというか、鈍感というのかね、バカというのか、バカにだんだん、ちょっとずつですけど、なっていきますから。で、ちょっとずつね、楽になっていく。親が喧嘩してようが、自分のことで喧嘩してようが、学校で宿題が、自分の宿題が溜まってようが、どうでもええと思えるようになってくる。そうなってくると楽ですよ。で、それでも生きていけますし、その方が楽しく生きていけるかもしれない。そうやって悠々としてた方がね、友達もね、できるかもしれんし、異性のね、子もどんどん寄ってくるかもしれないですよ。生き生きと本来の自分を取り戻して生きることができるかもしれない。あくまでもかもしれないですよ。やってみないとわからないんですよね。うん、でね、
いろんな経験をしておくといいんです。で、テレビも盛大に見といてください。ゲームもいろいろやってください。勉強したい人は勉強もいろいろしてください。で、すべての経験は、いずれ年月が経てから、あの頃こんなんやったよね、こんなことしたね、こういう失敗したね、いろいろね、昔話に花が咲くんですよ。で、永久に話のネタになりますからね。ファミコンやってたこととか、見ていた番組とか、外でどんな遊びしたかとかっていうのは、いくつになってもね、話のネタにできるんです。で、そういう話で盛り上がるんですよ。大人になってから。で、それで仲間ができたりしますから。いろんなね、楽しいこともしんどいことも経験しといたらいい。で、これは経験したくないということがあるんであれば、自分で自分に言い聞かせてください。こういう経験はしたくないと。で、周りにもできれば言うてみてください。誰かが何とかしてくれるかもしれない。誰も何にもしてくれなかっても、自分でね、宣言することでちょっと楽になりますよ。で、周りに自分の気持ちを伝えることで、だいぶ楽になってきます。でもね、人にこう喋りかけることが、できないっていう方もいると思うんですよね。僕もね、上司的な立場の人には声かけられないんです。これ未だにそうです。で、その日直ってありますでしょ？小学校の頃。で、ちょっと人より15分なり30分なり早めに来て職員室行って、教室の鍵取って、教室開けてってせなあかんのですよね。職員室に行けないんですよ。なぜなら、上司。まあ、学校でいうところの先生ですね。先生の立場の人がいっぱいおるから。先生の立場の人によう挨拶しないんです。おはようございますとか。で、職員室入るときに失礼しますなんてよう言わないですし、無理なんです。無理なもんは無理なんです。挨拶を習慣づけるとか、そういう世界観じゃないですからね。で、それはいずれそうじゃなくなる性格に、性質になるかもしれないし、ならないかもしれない。そのままずっと引き続き継続して、年月減るかもしれない。まあ、どっちでもいいんですよ。問題は今ですわね。その場合もね、もう、嫌やな嫌やな思いながらやるんです。それもいずれは話のネタになるんです。ネタになるからどうのこうのっていうことじゃないんですけどもね。本当に嫌やったら、本当に嫌やったら、日直拒否してもいいんです。みんなと同じ時間に学校行ってもいいんです。ただ、もう一人の日直の子がブツ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 言いながら、早めに来て、ドア開けて、後から来た、皆さんがね、怒るかもしれないし、他の子も白い目で見るかもしれない。そこやな、人間関係、集団生活の難しいところっていうのは、義務的な何かを果たさないと、学校、授業終わってからの掃除もそうですよね。4時間目終わってからの掃除とか、給食当番もそうです。やらないと、居場所がなくなる。みんなに白い目で見られる。先生に怒られる。で、それは翌日以降も続くわけです。おかしなあだ名つけられたりもするわけ。僕はね、集団生活はね、未だにできない。ねえ。でも、大変ですよ。今、小学校に戻ったら、気持ちは強いですから、それは今なって小学校に戻るっていうことはありえないですけどもね。そんな人はいないですけども、今戻ったらね、それでもみんなの中に入ることっていうのはできないですね。みんなの、その、最大公約数っていうんですけどもね、平均値っていうんですかね、に没頭することができない。それはセンス的にも、立場的にも、まあ、感覚、雰囲気的にもね、好きになれないっていうのもあって、自分の殻を破れないっていうのもあるかもしれないですね。まあ、いろんな気持ち、もどかし、もう言葉で説明つかないでしょ？小学生、中学生の頃っていうのは、何もかも言葉で処理しているわけではなく、感情なり、感覚なり、で、わーっと来ますから、わけがわからないわけです。わけわからず生きづらいんですね。そういう時期もあるんです。いずれ過ぎていくんです。いずれ過ぎていくんですけども、明日も明後日も、明くる日も明くる日も、
同じような辛い状況、もっともっと辛い状況っていうのがやってくるから、永久にトンネルは抜けないような気がするんですよね。で、大人たちを見てると、ひょっとしたらトンネルを抜けたら、雪国やったりさ、寒い、あるいは戦場やったりさ、戦争やってたり、もうそういう風な感じになってしまうんじゃないかと思われるお子さんもおるかもしれない。もちろんね、そういう人生を選ぶこともできますけども、トンネルを抜けたらバラ色だった、天国だった、面白かった、美味しかった、楽しかった、気持ちよかったね、そういう人生もございますからね。どうなるかっていうのは未来は分からん、未来のことはどうでもいいんですよ。で、とにかくね、今辛いということであれば最後の手段です。行かない。ね、家から出ない。家が居づらいんであれば外へ出る。ね。外へ出てブラブラしてて、見つかるのが辛いんであれば、どっか自分の秘密基地を見つける。見つけるまでどっかね、路地裏なりなんなり探検するんですよ。ほんで、自分の居場所、自分だけの場所っていうのを見つけるんです。ただ、一つ気をつけてくださいね。夜中、真っ暗になってからは、ひっそりとした寂しい場所、自分一人しかいない場所には行かないようにしましょう。日本はね、治安がいい国です。すごくね、警察の人らもね、守ってくれて、あまりね、危ないことっていうのがないんですけれども、それでもね、事件、事故っていうのは起きます。ね、ひょっとしたらね、怖いね、人が、さらいに来るかもしれないですよ。夜の海岸なんかでさ、昔々、大人の人らが、何を思ってか知らんけれども、寂しい、誰もおらん時に、真夜中に海岸、ザッパー海辺ですよね。そこに佇んでて、突然どつかれて、気を失って、気づいたら他の国におって、そこで、強制的に、何やら生活させられた、そんなね、人生もあるんですよ。で、夜道を何かこう、どこかへ向かって、目的地があって歩いてた。で、そこへ突然襲われて、どっか連れ去られて、狭いわけのわからん、日本なのかどこかもわからん室内で、ずっとこう、縄で縛られて、監禁されてですね、何年も何年も、そういう、いたぐられながら、生活させられる。そんなことだってあるんです。触られることがあるんです。で、そういう危ない人がいなくてもですね、ひょっとしたらね、車が、ドライバーが意図せずに突っ込んでくるかもしれない。車に乗ってる人がお酒飲んでるかもしれない。危ない薬物を何か使ってフラフラになって運転しているかもしれない。あるいは、真面目な人が運転していても、いろいろお仕事でお疲れで、ちょっと眠たくなって、うとうとした時に、ハンドルを曲がるとこ切るの忘れて、まっすぐぐーっと行って、歩道に、ドーンと突っ込むことがあるかもしれない。ね、夜道は危ないですから、一人で出歩くのはやめましょう。秘密基地に夜一人で、佇むのはやめましょう。暗くなってきたら家に帰りましょうね。うん、で、もう死んじゃうかと思ったとか、何でもいいんで言ってください。ね。で、そうやってね、処世術っていうのがあります。いつの年齢になっても、どんな立場でもね、生きていくんです。自分しかね、頼るものはいません。で、人を頼ることもできますけれども、それは人に頼ることをしようと自分で自分に許さないとできないですよ。助けてって、周りの人たちにね、辛いんです、苦しいんですと。なんかわからないですけども、行きたくないんですと。家にも居場所がないんですと。人に言って、委ねてみると。助けてて大声を出してみる。頭の中でサイレンを鳴らしてみる。ことっていうのはできるんですけど、そのためにはボタンをオンにしないといけないんですよね。スイッチオンにしないといけない。それは自分で、決めないといけないわけですね。
自分でよしと決めないとなかなかね、人にこう喋りづらかったりとかね、うまくこうどうしようもなく悶々として一人で抱え込んでもう首を吊るみたいなことになったらね、最悪ですんでね、そうなる必要はないんですよ。その後楽しい人生というのはやってきますから。で、助けてて叫んだところでみんながみんな助けてくれるわけじゃないです。大人たちも子供たちも含めてですね、あなた以外の人、周りに存在する人で、外出て、歩いている通行人、誰一人例外なくね、それぞれ、ご自身の人生を抱えてらっしゃるんです。で、楽しい人生を抱えてらっしゃる方もおれば、辛い人生を抱えてらっしゃる方もおれば、いろんな問題を抱えておられる方もおる。ひょっとしたら、あなたと同じぐらいの辛い気持ち、あなたよりひょっとしたらもっと重たい気持ちを抱えて生きてらっしゃる方もいらっしゃる。気持ちに余裕のある方に助けてもらったらいいんです。でもパッと見た感じ、誰がどういう気持ちで、誰がどういう環境で、状況で生きてるかっていうのはわからないですよ。だって、もう人に助けを求めようと、自分で自分に許したのであれば、手当たり次第誰でもいいですから、誰でもいいって言っても、赤の他人ではなく、まずは身近な顔見知りの人らに声をかけましょう。あるいは、おまわりさんの格好をしている人に声をかけましょう。あるいは、真っ白い服を着てな、病院の先生に声をかけましょう。それは何かの病院の先生でもいいです。献血に来ている、献血科の中から出てきた先生でも誰でもいいんです。とにかく声をかけてですね、同級生でもいいですよ。うん、ひょっとしたら同級生だと、何々ちゃんがねえって言って、教室中に広まる可能性もあるかもしれない。それで、いづらくなることが、しんどいというんであれば、大人の人にね、身近な大人の人に手当たり次第声をかけてみましょう。10人声をかけたら1人ぐらい助けてくれる人がおるかもしれない。で、10人中10人が何かしんどい事情を抱えてて、そんなもう人のことを助けてる暇ない、余裕ないという場合もあると思うんですよ。そういう場合の方が多いです。辛いのは実はあなただけじゃないですね。みんな辛いのを抱えてる人っていうのは何割ぐらいおんのかっていうのはわからないですけども、かなりの割合でおると思います。日本っていうのはきっちりした国でね、海外に大人なんて行ってみたらわかりますよ。ええ加減です。人との約束もそんなに守らないし、守らなくてもいいような環境下なんですよね。街も、道もなんかこうガタガタやったりですね。店もなんかこう店員さんが寝転がってたりですね。ホテルの従業員が横になってドラえもん見てたりするんですよ。海外なんか行くと。そのぐらいいい加減なんですよ。いい加減が成り立ってんだけど、日本ではそんなことないでしょ。大人の人ら、どの店入っても、スーパー入っても、病院行っても、きちっとしてるでしょ？飲食店行っても。きちっとね、一生懸命自分を律してね、きちっとしてるんです。あとね、きちっとさせられてるんです。無理やり強制的に。で、きちっとせなあかんねやっていう観念があるから、本来のきちっとできる以上にきちっとして無理やり背伸びをしてるんですね。うん。だから、人のことに構ってられる暇がない、気持ちに余裕がなかったり、するんですよ。うん。だからもういろんな人に声をかけてみたら一人ぐらい助けてくれる人おるかもしれない。学校の先生もでもいいですよ。ただ学校の先生やと黙っといてください、クラスの子らにはって、一言言うといてくださいね。ひょっとしたらクラス中にね、学級会なんかそれで開かれたりなんかした日にはですね、翌日以降は行けないでしょ。そういうのもありますからね、広まらんように手を打つっていうのも一つの手ですけどもね、いろんな人に助けを求めましょう。ほんなら、何かしら救いの手が差し伸べられる可能性もございます。うん、世の中ね、何がどう転ぶか分からんのよ。どんな悪いことが、コロコロ転んで、いい方に進んでいくかっていうのはね、分からないからね、いいこと、楽しいことってたくさんありますから。で、今28か。9、10、11。あと3日間夏休みあるんですよ。ね。で、宿題、ろくにやってない。うん。そのまま手をつけなくていいです。
工作、図画工作も含めて、自由研究も含めて、またその日記なんかさ、昨日一昨日ぐらいまでの天気やったらわかるけど、それ以前の天気予報なんてわかんないでしょ？で、今の時点で宿題全然できてない場合は、そのまま手をつけないでいい。で、ほとんどできているっていうんであれば、あとちょっとっていうんであれば、やったらいいですよ。で、完成させておいたらいいんです。で、もう、とっくの昔に完成してる、そういう子はね、勉強が好きで、そういうの向いてて、そういうのがいいんでしょう。だから、それで、学校に行ったらいいんです。で、夏休みの宿題してないから、学校に行きづらいというんであれば、行かないというのも一つの手です。それもあなたが選ぶことができるわけです。で、こういうまた手も選べる。実際に、夏休みの宿題、夏休みの友を提出するのは9月1日とは限らんわけです。9月1日、これ何曜日や？火曜日か。そうか。ねえ、これ金曜日やったりしたらね、翌日からまたしばらく休めたりして楽なんですけどもね、火曜日やったら火、水、木、金と通わなあかんよね。うん、これは辛いなと思いますけどもね。だから、9月、この科目は9月2日とか、図工に関しては9月4日とか、自由研究に関しては、9月の第2週目とか、そういうふうに分かれてるでしょう。だから、早いことできる、提出せなあかんもんから手つけてやっていくっていうのも一つの方法です。夏休みの宿題をやるとしたらですよ。それ義務じゃないですからね。義務やと思ってるでしょ。大間違いです。義務じゃないんです、実は。やらなくても誰も困らないんです。もっと言うと、困る人っていうのは二人います。担任の先生と、あなたの親です。管理している人です。立場上困るんです。それは、金が発生したり、義務で育てなあかんっていう体で、世間的にして生きてるから。そんなもん無視していいんです。そんなもんにね、気使う、媚びへつらう必要はない。そんなことに媚びへつらってたらね、大人になってからね、いろんな人にごますってね、顔色を伺ってね、生きていかなあかん、神経をすり減らして、しんどい思いしますよ。大人なんてしんどい思いするんやったら、夏休みの宿題やったらええけども、やる必要ないですよ。怒られるかもしれんけれども、そんなもん無視したらいいんです。で、怒られるの嫌やったら、学校行かんといたらいいんです。ほんなら親が怒るかもしれん。親が怒るの嫌やったら、家の中にいなくてもいいんです。こそっと抜け出してください。で、誰かで構わず助けてって求めるか、秘密基地に行くかしてください。で、それはそれで楽しめると思うんですよ。やったことないでしょ？そんなこと。そんな大それたこと。一遍やってみ。でね、大人になってからどう生きるか、どういう生き方があるか、それはね、小学校、中学校の時は教えてはもらえないです。そういうことを教える場ではないんですね。で、そういうのは自分で身につけていくしかないんです。で、いやでも身につきますけどね。ここでね、言うときたいのがね、いくつかあってね、まず保証人にならない大人になったらね、大人になったらの話ですよ。保証人っていうのはね、友人知人がお金を借りますね。その時に、貸す人がいるんですよね。業者さんとか、何かそういう。で、貸す人がね、借りる人にね、署名をさせるんです。で、ねえねえ、あなたにも署名してって言って、君とこにも、その、署名するように求められるかもしれない。僕、私は、お金の、やり取りしてないのになんで署名せないといけないのっていう話なんですけど、恐ろしいシステムがありまして、連帯保証人というシステムがあってね、お金を借りた人が返せなかったら代わりにサインした人が返すっていうね、そういうシステムになってるんですね、世の中。だからね、保証人サインはしない。で、契約っていうのは極力交わさない。大人になったらの話ですよ。これサインしない、判子を押さないっていうことですよ。何かマンションなり、一軒家なりに、おそらく大人になったら住むことになると思います。ね。自分で契約することになるかもしれない。その場合は、
まあ必要最低限、雨露をしのがないといけないですから、住むことになりますからサインしないといけないんですけども、住まいの契約上のサインをしても、それ以外の契約何がありますかね。あとは、お金を支払う必要がある何かこう、大きい買い物をしてダイヤモンドを買ってローンを組むとか、車買って、ローンを組むとかですね、ローンっていうのは100万円のものを買った時にですね、100万円ボンと支払われへんから月々、1万1000円ずつ払っていって、110万払った時点で、100万円払ったことにすると、それいうのはローンって言うんですけどもね、余分に割高に払わされたりするんですけどもね、そういうの組んだらね、もう大変ですからね、それが足かせになって、毎月毎月、お金を返すために、その見えないしがらみから、見えないしがらみなんて いっぱい経験したでしょ？学校でこの子、隣の席で、しんどいなとか、で、給食がまずいなとか、授業が嫌や、体育の授業ヘトヘトになって辛いとか、そういうのね、しがらみって言うんです。明日も明後日も経験しないといけないでしょう、学校へ行くたびに。で、親はガミガミ言うと。で、明日も、その親のもとで暮らさないといけないでしょ。で、そういうのね、しがらみって言うんですね。で、そんなしがらみない方がいいんです。大人になったらなくすことはできます。で、増やすこともできます。どっちもね、自分の力でできるんです。子供の頃と違うのは自分の選択肢で、いかようにも楽に暮らすことも、辛く暮らすこともできるということ。子供の時はね、それができないんです。強制なんです。ね。だからね、今の自分、苦しいのは自分のせいではないと。だからといって誰かのせいにするんじゃないのよ。世の中のせいにしてもしょうがない。成り行き上、今はこういう状態であるということで、吹っ切れましょう。ね。よく言えば、よく言えばっていうのかな、諦めるというかね、もう、これはこれでしょうがないと。こういう状態なんだと。その上で打開する方法もいくつでもあるんだということですよ。親御さんもね、大変でしょうけれどもね、首くくったりね、なんかこう、連れ去られたり、する可能性がありますからね、辛いとか。子供がね、いつもと違う顔色して帰ってきたらね、どうしたのと、声をかける。で、もう何かこう、サインをね、ちょっと示しているようであれば、それを察知して分かってあげる。で、対応してあげるっていうのをね、ぜひやってください。でね、子供たちにね、言うときたいですけどもね、相談しても取り合ってくれない大人たちっていうのは多いと思います。みんな辛いんです。みんな辛い思いっていうのをしてる人っていうのもいるんです。ね。その場合はね、配慮しましょう。配慮しましょう。ね。あ、この人は大変なんだなと思って、そっとしといてあげましょう。ね。だからといって成人君子になって、どうしたのって声をかけてあげないといけないわけではないですよ。優しくなる必要はない。君は優しくなる必要はないんです。成人君子になる必要はない。ね。みんなそれぞれ事情があって、忙しくしているのかもしれない。ね。時間を費やすのが辛いのかもしれない。その場合はね、ああ、そうなんだなと思って、そっとしといてあげましょうね。まあ、もうすぐ9月でございますね。新しい世界が開けておりますが、その世界が、どういったものなのか。過去、7月以前のものと同じ世界にまた没頭しなければならない。それが辛いというんであれば、何も、無理やり入っていく必要はないんですね。それが今になって分かるわけですね。実感するわけ。後になって分かったところでしょうがないんですけどもね。思い詰めなくてよかったっていうのは僕は思いますね。体にね、傷がないんですよ。全然どこにもね、最近足ね、蚊にいくつか刺されて、で、それが痒くてボリボリ痒いて、それがもう、痒痰が傷跡になってますけど、そのぐらいですわ。で、辛いから苦しいからと言って、態度で示そう。あるいは、どこか別の世界に行ってしまおう。さよならということで、何かね、自分の皮膚なりに傷をつける。そういう選択肢もありますよ。それで、死んでしまうっていうのも一つの生き方だと僕は思います。僕もね、
一番最後の手段としては、その手があると思ってます。それを自分の生き方の手段であると思った上で生きておりますんで、何かあったら死ねばいいんだと思ってます。だからね、今まで、生きてくることができました。で、ただ幸いなことに傷をつけること、機会がね、一度もなかったですね。で、薬物とか覚醒剤とかシンナーとかそういうものも縁がなかったんですよ。悪ガキたちと関わることっていうのは接点がなかったもんやから。人間関係薄かったからね。それが、こうそうした幸いだったのか、なんかこう、自分を傷つける、皮膚なり体内になるよっていうことがね、一度もなかったんで健康な状態です。で、健康な状態をキープする必要があるんですけど、それを今言うたところで、小学校、中学校の時代で、自分の体に関して健康か不健康かっていう概念がないでしょ？ただ、しょっちゅう風邪ひいたり、鼻が出たり、お腹壊したりっていうのはするでしょ？それね、健康じゃない、不健康なんです。健康な方が生きやすいんです。お腹壊さない、痛くない、風邪ひかない、その方が楽でしょ？で、楽な人生を選ぶことでもできるんです。ぐっすり寝たり、きちんと食べたり、健康管理すればそれはできるんですけれども、今それをした方がいいよって言ったところでピンと来ないと思うのよ。だからそれはそれでいいの。風邪ひいたりとかさ、頭が痛くなったりとかさ、日々すると思うけれども、まあそういう時期もありますよ。ね。で、ただ、自暴自棄になんのはいいんやけれども、こう、道路飛び出して走ったりなんかすると、思いっきりバーッと駆け出したり、もういいって言って外へ出るのはいいんですけど、もういいって言ってガラッて言って走るふりして、玄関から外へ一歩出たら、ゆっくり歩きましょう。走るのは疲れるし、で、走ったら、自転車とかバイクにぶつかる可能性があるんですよ。で、ぶつかりどころが悪かったら永久に傷が残ったりさ、骨折して痛くなったり、救急車に運ばれて、病院に入院する羽目になったりする。入院に憧れてる子もおるかもしれないですけども、辛いですよ、入院するというのは。僕も入院したことないからはっきりとは分からんねんけども、毎日注射を打たれたりね。で、なんかこう、病院の匂いをこう嗅いだりね、他の患者さんとの出会いはあるかもしれんけどもな。まあ、楽ではないですよ。病院内も。どこ行ってもね。だからね、駆け出して、こう本当に走り回るとかですね。安全な公園とかで走り回ってもいいんですよ。道路で、走るとか、ね。もういいって言って自分の体自分でバッサーとこう切りつけるとか、ぎゅーっと首締めてみるとかね。そういうのはね、なるべく避けましょう。で、なぜ避ける必要があるのかというと、健康状態をキープする必要があるんです。健康状態をキープしないと、バラ色の人生、バラ色の時期がやってきた時に楽しめないっていうのがあるんですね。だから、例えばね、まあ何でもいいですわ。もう嫌や思って、頭に壁にガン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 頭を打ちつける。あるいはもう、皮膚にもう、刃物でこう切る。そういうことするとね、一生傷が残ったりね、打ちどころが悪いとね、脳に障害が出たりね、こう目つぶれたりなんかするとですね、いずれ何年か経って楽しい時期が来た時に、目が、片目見えない状態のまんまやったりするんですよね。物事が楽しいって脳みそで判断できなくなったりとか、バラ色の状態が来てんのに、傷が、ずっと残ってて、その傷見るたびにバラ色でなかった時のことを思い出したりとかするわけですよ。そういう後にずっと残ることがあるんで、なるべくね、ずっと元気な状態でね、生きてるといいですよね。うん。まあ、そんなこんなでね、いろいろありますけれども、なるべくなら、嫌なこと避けて、楽しい風に生きるように、していったらいい。で、今はね、それができる時代なの。いい時代に生まれたと思いますよ。この平成の時代っていうのは。楽しく生きること、
嫌なことを否定というか、遠ざかること。でも本当は嫌なことの中にこそ楽しいことがあったりするんやけどもね。嫌やと思ってるだけで。で、楽しいと思ってることが実はそうでもなかったって分かったりするんですけどね。もっと言うとね、今やってみたいこと、憧れていること、いろいろあると思うのよ。こういうクリエイティブな仕事についてみたい。こういう性行為を好きな人としてみたい。こういうものを食べてみたい。こういう場所へ飛行機に乗って行ってみたい。いろいろあると思うのよ。で、それ全部叶えることっていうのは元気な状態をキープすればできます。ね。車にぶつからない、バイクにぶつからない、自転車にぶつからない、体に傷をつけない。ね。薬物、進路に手を出さない。そういうので、元気に生きてたら、いずれ叶えることっていうのはできるんですね。で、叶えられた時に、めちゃめちゃ楽しい気持ちになるかもしれんし、場合によっては、あ、こんなもんかと。憧れてたけども、やってみたら、大したことないなと。で、嫌やと思ってたこと、子供の時に嫌やと思ってたことにチャレンジすることもできるんですよ。で、あの時、小学校の時嫌や嫌や思ってたけど、やってみたらめちゃめちゃ楽しいなとか、そういうこともあるはずなんです。僕、納豆好きなんですけど、好き言うても普通に、食品としてあったら食べるだけなんですけどもね、普通に美味しく食べられるんですよ。で、子供の時はこんなまずいもんないと。もう食わず嫌いというやつでしたね。小学校高学年になるまで食べたことなかったんで、実験的に一遍食、給食で出たことあるんですよ、納豆が。で、まずいと思って食べるからまずいんですよね。もうまずいと感知して。で、大人になってからもまずいまずい思って、無理やり、でも栄養ある、一粒でね、1億個のね、なんかいい菌がついてるとかね、あるある大辞典でやってたからね、もう今もとなってあるある大辞典もね、で言ってたこともどこまで本当なのかっていう話ですけど、そういう健康番組があったのよ、テレビで。バラエティーの。で、そういうので、無理やり食べたりしてたけども、ある時、東京に来て、マグロ納豆っていうね、居酒屋で食べたんですよ。マグロと納豆混ぜたやつ、醤油かけてね、わさびかけて。で、それ食べたら、まず、美味しかったんですよ。そっから美味しいという認識になってさ、盛大に食べるようになって、今日もお昼食べましたよ。納豆、ご飯の上に乗せて。そんなもんなんです。だからね、何がどう転ぶかよくわからないんですよね。いや、思ってたもんが実は自分の好みのもんかもしれない。好きや思ってるもんが本来そうでもないかもしれない。これやってみないとわからないんですよ。で、やってみて、もう月日が経つごとに認識が変わってくるっていうこともありますからね。そこが人生の面白いところで、日々移り変わっていく。同じ時っていうのは二度とないんです。だからこそ大人になっても上がり下がりはありますよ。上がり下がりある。でも、今みたいに下がりっぱなしっていうのはないから。いやの状態が日々続くっていうのはない。上げることができるからです。自分の力で。あるいは、人の力も借りて。ただ、みんながみんな助けてくれるわけないけど、100、大人になってね、人間関係広げといたら、100人に声かけたら1人ぐらいは、なんか助言してくれますよ。アドバイスくれます。で、自分で上がっていくことができるんです。そんな元気のない時に自分で上がるなんて、ね、できるかしら。できるだけのノウハウが勝手につきます。年月というノウハウが。で、それでも元気がない、上がれないという状態があるかもしれない。その場合はもう最後の手段です。全部のしがらみから解き放たれて、大人になってもそうなんですよ。行かない。あるいはもう、家から外へ出ないっていうのも一つの手ですよ。で、ずっとそれの状態ではいられないんですね。気持ちとしても、あるいは経済的にも。じゃあどうするか。なんかこう、変わったことがしたい。ね。勝手にいろいろやるようになる。ほんなら上がっていくわけですね。で、また上がっていって、普通になって、普通状態でスーッと続くかもしれんし、まだどんよりする時もありますよ。同じ状態っていうのは続かんわけやから。どんよりかもしれんし、上がるかもしれんし、それが交互に繰り返されるかもしれんしね。で、一つ思っといたらいいのは、これは批判もあるかもしれんけれどもね。さっきも言いましたけれども、もう本当にあかんとなったら、
この世からおさらばすればいいんです。ね。どうおさらばするのか、なかなか死ぬことっていうのはできないですよ。で、死ぬのに失敗したら後遺症が残って、ずっと入院し続けるとか、そういう悲惨なことになりますけれども、まあ、どういう手段かはわからん。さておき、嫌になったら、本当に辛くなったら、投げ出したらいいんだと。で、この世から投げ出したらいいんだと。で、この世から投げ出す前に、いろんなものをまず投げ出してみましょうと。ね。スピリチュアルテレビという何か避難所に関わるっていうのも一つの手かもしれん。スピリチュアルテレビにアクセスしたから言うて、助けてくれるとは限らんよ。ただ、何かヒントは得られるかもしれんわな。ひょっとしたら、出演者の中に助けてくれる人がおるかもしれん。僕は、その、力量を持ってないんで、何もできない。僕は人に助けてもらうことしかできないんですよ。あと、集団生活もできないですし、人の人生を背負うことっていうのはできないんでね、何かこう、してもらうっていうね、ことやったらいくらでもできるんですけどもね。うん、まあ、いろいろね、もうあかんとなった時に、解き放たれることっていうのは いくつも階層があるわけです。最終的には死んだらいいと、思っといたら楽に生きられる。何があっても、どんなしがらみがあってもいいんです。で、それは大したことないです。これは大人にも言えることやな。僕最近思うのはね、生きてるっていうのは何なのか、この世っていうのは何なのか、あの世があんのか、まあ、それに関していくら、何百年何千年考えたところで答えは出ないですよ。出ないですけれども、最近ね、思うのはね、大きい意味では、全部消滅するんじゃないか。存在していないんじゃないか、もともとは。今もっていうことですよね。ただ今存在してるじゃないかという、その、ミクロな視点から見ると、この世っていうのはあって、今、ここに存在してて、皆さんも存在してて、で、死んだら矢の上行くんじゃないかと。あるいは、そのまま消滅するかもしれん。それはミクロな状態でね。で、大きな状態では、全部存在していないというオチじゃないかと。そう。落ちすらないんじゃないか。全部ないんじゃないかっていうね。そういう認識をね、持ち始めてますね。これ言うたところでしょうがない。これ、思想の自由ですから。で、人に思想を押し付けるのはやめましょう。自分の考えね。皆さんもね、自分の考えを、それぞれを持ちやと思うんですよね。いろんなことに関して、この中のことに関して。で、人はもうそれぞれ、100人おったら100通り自分の考えがあるわけ。ね。それはそれでいいわけ。いろんな考えがあって面白い。みんなそれぞれ違う方がいいんですよ。面白い、楽しいんですよ。一緒やったら一緒で共有できるし。違うから言うて喧嘩する必要はない。それはそれで意見として聞いて、へえ、こんな人もおるんや、面白いなと。こう、押し付けられたら押し付けられる方、たまったもんじゃないですからね。しんどいですから。だから、僕も人に何も考えを押し付けることはしませんしね。だから、それぞれの認識でいろいろ考えというのは持ってていいんです。その上でね、なんかこう楽しくね、よりよく、まあ少なくとも辛くなく生きていけたらいいなと思うんです。で、我慢すればするほどですね、耐えられなくなってきます。耐えられたとしても、昨日より今日の方が辛い。今日より明日の方が辛くなっていきます。同じ状態でもね。で、昨日と今日と今日と明日と辛さが変わらんっていう場合もあると思うんですけど、それでも辛い状態に変わりはないでしょ。かわいそうじゃない自分自身が。自分も人なんですから。自分から周りの人を見ると、れっきとした人間に見えるでしょ。周りの人から見ると、あなた自身も、れっきとした人間に見えるんですよ。つまり、それぞれ自分に意志があって、それぞれが自分として存在しているわけですね。だから、あなたはあなたとして、人として存在してますから、人として客観的に、その、かわいそうやな、と思えるような、気持ちの状態なりに、あまりなることなくね、それなりに無難にですね、楽しく、一日一回はね、何か笑うことを見つけてですね、週刊誌読むでもええやんか。僕なんか高校の頃さ、辛くて辛くて、
学校に行くのが。で、行かないっていう手段も思い切って取ることができない。で、女の子とも喋れない。で、勉強にもついていけない。で、学校行くのも、電車乗って、歩いて2、30分かけて、遠くないんですけどね、自転車乗ったらいいんですけど、自我が強くてなぜかそれができないんですよ。みんなと同じことができないんですよ。みんな自転車で帰ってるんやけども。で、その自我の強さで、自分で制限することで、がんじがらめになってっていう辛さもありますよね。そんな中、二つだけね、楽しみがあったんです。ファミコン通信という雑誌を毎週買ってたんですね。それ、はがき出してたの。投稿のコーナーがあってね、4ページぐらい白黒の。で、それ、時々載ったりしてたのよ。ネタを書いてね。イラストとか書いて。で、あとね、渡る世間は鬼ばかりっていうね、ドラマを見てたんですよね。高校の頃からやってたんですよ。中学の頃からやってたんですけどもね。渡る世間は鬼ばかりが、木曜の9時、夜9時から。だから、辛い状況やから、その、辛い状況のドラマを客観視するのが楽しかったんでしょうね。うん。だからそういうドラマ、辛い状況のドラマっていうのは流行るんでしょうけれども。で、ファミコン通信は水曜日やったかな。で、週刊少年ジャンプもね、銭湯で見てましたね。銭湯の お風呂おばあちゃんと一緒に行くんですけれども。で、早めにお風呂出て、で、体拭いて、おばあちゃんがね、もう帰ろうか、言うて、バンダイのとこから、声がかかるまでは、週刊少年ジャンプね、ドラゴンボールをずーっと見てましたね。うん、もっと前、ちっちゃい頃はね、喫茶店かどうか連れて行ってもらった時に、あられちゃんとかね、見てましたね。うん、筋肉マン見てましたね。あられちゃんと筋肉マンだけ見てましたね。で、後にこっちこめも見るようになって。でもジャンプ買ってもね、あんまり見たい、その、ページ、漫画っていうのがないんで、あんまり自分で買うことっていうのはしなかったけど、ベジータ編とか、フリーザ編とか、の全盛期になってくると、ドラゴンボール見るためだけにジャンプ買ってましたけどね。それが今になって、フリーザが復活したりですね。やっぱ大人に向けてのその発信っていうのがね、多いわけです。あれもやっぱり、商売なんやなと思いますけれどもね。まあ、見たいアニメがあったら見てですね、それが、ひょっとしたらあなたが大人になってもずっと続いていくかもしれないしね。だから今見といたらいいんですよ。面白いもの、興味のあることっていうのは。で、興味のないこともやってですね、嫌な目にもいっぱいあって、で、嫌な目にあった時に助けてって言えるように今のうちになるか、非常事態のベル鳴らせるようになるか、それ習慣づけておいてください。ね。僕も未だにね、もうあんまりないですけど、辛いとこ、ことがあったら頭の中でサイレン鳴らしますよ。で、助けてって周りに言いますよ。ほんなら、なんとかなりますよね。で、今まで、ぼんやりとではありますが、こうやって生きててね、スピリチュアルテレビというのは関わらしいものって、これも何の、どういうなりゆきなんかなと、人生というのは面白いなと思いますよね。わかりませんけれども、まあ、どう転ぶかわからん。とにかくね、あなたは生きていく手段があると、今の状態を今日すぐにでも打開する方があるということです。で、8月ももう終わりですけれども、今年なんか恵まれてるよ。8月になって、もう上旬の頃から涼しいですからね、外が。東京地方はですけどもね、皆さんのお住まいの地域ではどうでしょうね。こんなね、8月のね、真夏の、本来、もう、日焼けして、もうギラギラで、やけどしそうなですね、もう暑くて何にもできないような、季節にですね、こんな涼しい、気候になるなんて、生まれて初めての僕は経験ですね。うん、住みやすい社会になったなと。気候的に思います。だから僕はスピリチュアルデビューで声を高々に、夏暑いのどういうことやと、冬寒いのどなしぐらんじゃこらー言うて上に向けて言うてたんが、こうそうしてないと思います。僕のおかげなんですよ。夏涼しく過ごせるのはね。うん、まあ、来週から9月になりますが、どんな生き方を来週、選択してね、とってもいいんですよ。僕は来週ね、おそらく同じようにスピリチュアルテレビに映らせてもらうという選択肢を生きてたら
元気やったら取ると思います。そのためにもね、この健康状態をキープしてね、ぐっすり寝て、食べるときはよく食べて、ね、楽しむときは楽しんで生きていこうと思います。ね、今日もご覧いただきましてありがとうございました。またね、笹塚ロールがね、大量に残ってるんですよね。一気に食べてしまおうと思うのよ。いただきます。うまい。大人になったらね、こういう食べ方もできるんです。ここには親がいないので、親に怒られないんです。先生もいないので怒られません。で、ある程度お金があるので、ケーキ屋さんに行って、こんな大きいの1020円で買えるんです。いいでしょう。今ね、妖怪ウォッチとか、流行ってると思うんですよ。僕小さい頃は、ビックリマンシールと、筋肉マン消しゴムが流行ってました。で、少ない小遣いで、ちょっとずつちょっとずつ貯めてました。それでもね、ビックリマンシール、キラキラのヘッドシールは、なかなか手に入らなかった。結局手に入らないまま大人になりました。で、大人になってから、ビックリマンシールのね、箱ごと買い占めました。大人買いっていうやつです。その中にね、キラキラがたくさん入ってましたよ。キラキラのシールがね、いっぱい入っててね、念願のヘッドシール、たくさん手に入れることができました。ホログラムのシールをね、大人になったらやりたい放題です。今、こういうことしたいな、ああいうこと、叶えてみたいなと思うこと全部叶います。楽しいことがね、たくさん待ってます。それまで生き延びてください。体が元気な状態で生き延びてください。気持ちが辛いと体に影響します。だからなるべくでしたら、欲を言えばなるべく気持ちも元気な状態で、でもそれは無理かな。せめて体は元気な状態で生き続けてください。また来週お会いしましょう。さよなら。